金庫の一例夜間金庫金庫とは、現金や有価証券などの貴重品を収蔵する施設、または容器。日本の金庫は、城が扉前面についている形式が一般的である。日本の金庫では容量を大きくするため、城本体を金庫の前面の外部に取り付けているものが多い。西洋の金庫は、城が扉背面についている形式が一般的である。 西洋の金庫では波状を防ぐために上厚い鉄の壁の内部に収めているものが多い。主に火災で紙幣や書類やデータディスクが消失するのを防止する目的の金庫。盗難防止性能もある程度は備えているが、あまり高くない。一般的なものでは、本体の取材はコンクリートであり、それに水が含まれている。火災時にはその水が蒸発し、 気化冷却で内部の温度を低く維持する。経年により、水分が少しずつ蒸発しているため、対応年数は20年としている。標準品は、紙幣や書類の消失防止には役立つが、内部はかなり高温になる上、コンクリートからの水分の蒸発により多湿になるため、データディスクの内容が消失したり、隠しフィルム類が損傷したりすることもある。このため、 内部の温度上昇などを抑えているデータメディア対応対価金庫もある。主に盗難防止を目的とした金庫。複数人でなければ搬出も困難なように非常に重量があり、室内に固定できて、さらに会場も手間がかかるようになっている。なお、日本では冒頭金庫という名前で販売されている製品はすべて対価性能もある。家に金庫を置くのは不安という客の声に合わせて、 登場したサービスが貸金庫。主に銀行が空間を保有し、個別の保管場所を貸し出す。月決め料金が大半。ただし、天災による被害や銀行が破綻すれば、貸金庫に預けている物品の引き出しができなくなるという欠点がある。上前が二つついている。一つだけでは開けることはできない。第二の上に刺す鍵がハンドル代わり。 扉についているダイヤルを左右に数回回転させ、内部の構造を会場位置に合わせる。右へ A 回回して B に合わせ、その位置から左へ C 回回して D に合わせ、その位置からさらに右へ E 回回して F に合わせ、そこでハンドルをひねるという具合。暗証番号の変更には専門の知識が必要。デッドボルトの固定、会場、電子上で制御する。 暗証番号を入力すると解錠するようになっている。大部分の製品では暗証番号を変えられる。あまり頻繁に番号を変えると覚えにくい。一部の製品では電池ボックスが扉の内側電子ロックの裏面部分にあるため施錠した状態で電池が切れた場合はメーカーのサービススタッフを呼ばないと解錠できない。2003年3月、秋田県立大物川高等学校で 入学試験問題を保管している金庫の電池が切れたために試験問題を取り出せなくなり、とうとうロックスミスが呼ばれて扉に穴を開ける事態に発展、試験開始が20分遅れるというトラブルがあった。長く使っているとよく押す数字のボタンに指の跡がついたり刻印がすり減ったりして暗証番号を推測されてしまう場合もある。鍵の片側がデコボコしており、 ひょっとこ状を解錠する鍵が必要である。ひょっとこ状は先端にデコボコがあり状の奥にもデコボコがある。ひょっとこ状は基本型遠くを同時に押し込む必要があり、ピンセットなどでは解錠できない。そのため、ひょっとこ状は壊すか形状にあった鍵を作らないと開けることができない。個人の金と公金を区別するための手下げ可能な製品も存在する。 末置き型金庫では床にボルトで固定できる場合もある。床に固定すると軽い金庫であってもなかなか持ちされない。泥棒が諦める決め手となる場合も多い。貴重品を収蔵するため建造物の一区画に厳重に施錠をできるようにした構造を設けた専用の空間を金庫室という金融機関の建物などで用いられる。組み立て型の組み立て金庫室もある。 ありがとうございます。